こんにちは、皆さん。今回は遺伝学の歴史における重要なマイルストーン、ヒトゲノム計画の歴史、遺伝学の夜明けについてお話しします。この動画ではヒトゲノム計画がどのようにして始まり、どのような進歩を遂げたのか、その社会的および倫理的な影響について掘り下げていきます。まずはじめに、ヒトゲノム計画とは何か、そしてなぜこれが遺伝学における画期的なプロジェクトなのかについて説明します。この計画は、人の DNA 全配列を明らかにするという壮大な目標を持って1990年にスタートしました。このプロジェクトにより、私たちは遺伝子の秘密を解き明かし、多くの遺伝病の治療法開発への道を開くことができました。では、ヒトゲノム計画がなぜこれほどまでに重要なのでしょうか。その答えは、このプロジェクトが私たちの遺伝情報に関する理解を根元から変えたからです。人の DNA 配列を解読することで、遺伝子がどのように疾患に関与しているか、また、私たちの健康にどのように影響を及ぼしているかを理解することが可能になりました。これは、医学研究における革命的な進歩です。次に、プロジェクトの誕生について詳しく見ていきましょう。まず、遺伝学の黎明期に触れます。遺伝学は、19世紀末にメンデルの法則から始まり、DNA の発見によって加速しました。20世紀半ば、ワトソンとクリックによる DNA の二重螺旋構造の発見は、生命科学における大きな転換点でした。これらの発見は、ヒトゲノム計画の基盤を形成し、遺伝情報の解読への関心を高めました。続いて、ヒトゲノム計画の提案と指導について話します。この計画は、1980年代後半に提案されました。当時、この野心的なプロジェクトは、科学界からも一部批判されました。しかし、その目標は明確でした。人 DNA の全配列を解読し、遺伝情報を明らかにすること。これにより、遺伝病の原因を理解し、新しい治療法を開発する可能性が生まれました。プロジェクトの初期には、技術的、資金的、倫理的な多くの課題がありました。技術的には、DNA の全配列を解読するための手法や装置が未熟でした。また、巨額の資金が必要とされ、その効果についても議論がありました。さらに、遺伝情報の使用に関する倫理的な懸念が提起され、社会的な議論を呼び起こしました。次は、ヒトゲノム計画における技術的な革新と進歩に焦点を当てていきます。ヒトゲノム計画が成功した大きな要因の一つは、DNA シークエンシング技術の革新です。計画の初期には、DNA シークエンシングは時間がかかり、コストも高かった。しかし、プロジェクトが進むにつれて、より早く、より安価で、より正確なシークエンシング技術が開発されました。この技術的進歩は、ヒトゲノムの全配列を解読するために不可欠であり、科学界全体に影響を与えました。このプロジェクトでは、いくつかの革新的な技術が使用されました。例えば、自動 DNA シークエンサーの開発は、大量の DNA データを短時間で処理することを可能にしました。また、バイオインフォマティクスの進歩は、巨大な遺伝情報を分析し、管理する新しい方法を提供しました。これらの技術は、ヒトゲノム計画だけでなく、他の多くの生命科学プロジェクトにも影響を与えています。プロジェクトには、技術的な障害も多くありました。特に、初期段階では、DNA 配列の正確な解読が困難であり、エラーの可能性が高かったです。しかし、これらの課題は、研究者たちによって克服され、新しい技術開発の契機となりました。このような障害を乗り越えることで、ヒトゲノム計画は、遺伝学の分野を大きく前進させました。次に、ヒトゲノム計画における重要な成果に焦点を当てます。ヒトゲノム計画は、多くの重要なマイルストーンを達成しました。最初の大きな成果は、遺伝子の位置を特定することでした。これにより、特定の遺伝病と関連する遺伝子の位置を特定することが可能になりました。
例えば、乳がんや嚢胞性繊維症など、多くの病気の原因遺伝子が明らかにされたのです。これは、遺伝学における新たな時代の幕開けであり、遺伝子ベースの治療法の開発に向けた大きな一歩でした。2003年、ヒトゲノム計画は最も重要な目標の一つである、ヒトゲノムの完全なマッピングを達成しました。これは、約30億の DNA 塩基対の配列を特定するという壮大な成果でした。この成果により、我々は人間の遺伝的構造をより深く理解することができ、遺伝病の治療、疾患の予防、さらには個人医療の発展に貢献しました。ヒトゲノム計画は、その目標を達成した後、公式に終了しました。しかし、このプロジェクトの終了は、遺伝学における新しい始まりを意味しています。ヒトゲノム計画によって得られた知識と技術は、生物学、医学、遺伝学における今後の研究の基盤となりました。また、この計画は、科学的なコラボレーションの重要性と、オープンサイエンスの価値を示しました。これらの成果は、将来の研究者たちにとって貴重な資源となっています。次にヒトゲノム計画がもたらした社会的及び倫理的な影響について詳しく見ていきます。ヒトゲノム計画は、科学と倫理の交差点に位置しています。このプロジェクトが進行する中で、プライバシーの保護、遺伝情報の使用、さらには遺伝子編集の倫理性など、多くの重要な倫理的問題が浮上しました。これらの問題は公開討論の場を通じて広く議論され、科学者、倫理学者、一般市民が参加する対話の必要性が強調されました。このような討論は、科学的研究が社会の価値観とどのように共存すべきかを問い直す機会となりました。ヒトゲノム計画により得られた遺伝情報は、個人のプライバシーに関わる重要な情報です。このプロジェクトは、個人の遺伝情報をどのように扱い、保護すべきかという問題を提起しました。例えば、遺伝的傾向に基づく差別や保険加入の拒否など、遺伝情報の不当な使用に対する懸念があります。これにより、遺伝情報の保護に関する法律や規制が整備されるきっかけとなりました。ヒトゲノム計画は、未来の遺伝学研究と医療に大きな影響を与えています。遺伝情報の解析と利用の進歩により、個人化医療の実現が近づいています。しかし、これには遺伝情報の適切な利用と倫理的な配慮が必要です。未来の研究や医療の方向性を決定するにあたり、ヒトゲノム計画がもたらした教訓は非常に重要です。最後にヒトゲノム計画が遺伝学の未来にどのような展望をもたらしたかについてお話しします。ヒトゲノム計画は、遺伝学研究における新たな時代を切り開きました。このプロジェクトによって得られた知見は、病気の診断、治療、予防の方法を根本的に変える可能性を秘めています。例えば、遺伝子編集技術の進化は、遺伝病の治療法の開発に直接的な影響を与えています。また、個人の遺伝情報に基づくパーソナライズドメディシンの実現が近づいています。これらはすべて、ヒトゲノム計画が提供した基盤によるものです。ヒトゲノム計画の成果は、現在進行中の遺伝学研究にも多大な影響を与えています。このプロジェクトで使用された技術や方法論は、今も多くの研究で活用されており、新しい科学的発見を促進しています。さらに、ヒトゲノム計画によって蓄積された大量の遺伝情報は、生物学や医学の多くの分野において貴重なリソースとなっています。ヒトゲノム計画は、遺伝学の分野において画期的な成果を達成しました。しかし、これは終わりではなく、新たな始まりです。私たちは、この計画がもたらした知識と技術を活用し、人類の健康と福祉の向上のためにこれからも努力を続ける必要があります。